須田博氏は、東海旅客鉄道の顧問、東海旅客鉄道の初代代表取締役社長である。名はンと表記されることが多いが、正式な名前の表記は、博氏である。職責以上に、鉄道営業制度に精通し、フルムーン夫婦グリーンパス、青春18切符、ホームライナーなどの生みの親と言われている。京都市中京区で、 洋画家の菅国太郎の長男として生まれる。国太郎は写生旅行のため時刻表を毎月のように購入しており、読み方を教えられて幼稚園の頃から読み出した。少年時代は体が弱く、時刻表を見ながら病床で遠方への旅行を想像していたという。また、父が留学時代に集めたヨーロッパ各国の切手約1000枚を幼稚園の頃にもらったのがきっかけで、 切手収集が趣味となった。小学生の時は冬になると気管支援を起こして、毎年3学期はほとんど通学できないほど病弱で、5年生だった1941年に太平洋戦争が始まると教練の成績が悪い、ことなどから劣った、小国民として教師に責められ、非国民とも呼ばれた。さらに公立中学校の受験も教師に禁じられ、同志社中学校に進んだ時には、 強い劣等感を抱えていたという。旧正中学5年の時に肝臓を患って40度以上の高熱を出し、これが治った時に医師から励まされたのがきっかけで自分に自信を持てるようになった。京都大学に進むと学内で盛んだった学生運動に参加したが、活動内容に疑問を感じて、スト破りをしたところ右翼と呼ばれて違和感を覚えたという。1五十四年に、 京都大学法学部を卒業して日本国有鉄道に入社。子供の頃に電気科学館で路面電車や地下鉄の開設を見て感激した体験や勤労動員の際に空襲を受けても鉄道の運行システムが確保されていたことへの関心が背景にあったという。1年間の研修を経て静岡鉄道管理局に2年間配属された。経歴的には 見習いだけで終えるのが慣例だったが、沼津車掌区長の指示で実際に、御殿場線で車掌を1ヶ月半務めている。一方、当時は、東山る事故や西雲丸事故をきっかけに、国鉄への世間の風当たりが強くなっており、さらに1964年に赤字に転落するなど厳しい状態になっていくのを強く実感していたという。その後本社に戻り、1969年から、 旅客局で設備課長の職に就いた。翌年に日本万国博覧会があり、万博関係の駅整備を担当している。1972年に営業課長になると、ディスカバー・ジャパンキャンペーンを引き継ぎ、専門家が決めた内容に細かい注文をつけないという、前任のま渡り一馬の方針を徹底させた。営業課長時代には、山陽新幹線の岡山開業や、 博多開業準備で料金改定を手掛けた。この経験を受けて1974年に総務課長となり国会や政府、主婦会館などへの説明を担当した。国鉄の財政難のため運賃、料金値上げは毎年続き、1976年11月には50%の値上げを行って乗客が離れ、財務基盤が崩れていくのが虚しかったという。 また1973年の優先席導入の際には新たな座席モケットを発注する時間的な余裕がなく色の違う生地を使うよう指示したため在庫のあった新幹線電車普通車用のシルバーグレーの座席モケットが使われこれがシルバーシートの由来となったまた1971年にはプリペイドカードであるオレンジカードの開発プロジェクトのリーダー役も 担当している。その後、名古屋鉄道管理局長、本社旅客局長、常務理事を務める。1982年に国鉄分割民営化の答申が出たが、合理化による再建を現場に呼びかけていた時期だったため、経営方針の変更で、マルセイ運動のような混乱を懸念したという。1985年には常務理事として国鉄独自の全国一社を維持する。 民営化策定に携わった者の,の激しい批判を受け、忸怩たる思いがあった。一方で、地域別分社という現在の形態は、結果的に良かったと後に評価している。また、旅客局長時代には、上野駅に到着した特急列車が、夕方のラッシュ時に、空席のまま東大宮奏車場まで改装される。 編成が途中の赤羽駅のホームを通過するときに乗客から避難されていたのをきっかけにホームライナーのアイディアを着想し提案をもとに1984年6月にホームライナー大宮の運行を開始している。1987年に国鉄が分割民営化される際に JR 東海の初代代表取締役社長として ニュースで名前が挙げられたが、分割に反対していたため国鉄からの辞職を想定しており、就任要請に戸惑いを感じたという。JR 発足直後の1987年6月には、同年、中日ドラゴンズの監督に星野千一が就任し、同チームの強化策として、落合博光が1対4の交換トレードで入団したことから、名古屋球場への観客が、 大幅に増えたことを受け、同球場の近くを走る日本貨物鉄道が線路を保有する名古屋高専の第二市鉄道事業免許を取得、同線に臨時駅の名古屋球場正門前駅を設置しての JR 東海による旅客列車の運行を決定し、翌7月1日に開業している。民営化の効果で迅速な決定が可能になったことなどを喜び、開業時には、 初列車で同駅に行き、一晩中乗客への対応に当たったという。東海道新幹線の維持、管理費用を負担しながら、減価償却費が計上できないことや、貸付期間終了後の譲渡が優償か無償か未定な、ため債務が確定できないことなどを理由に、新幹線鉄道保有機構からの買い取りを求め、 法整備によって1991年に JR 東海の自己保有資産となった。1992年に東海道新幹線で望みの運行を開始した際には名古屋戸橋が問題となって1ヶ月間調整に暴殺されたが対話によって地元との絆を深める収穫も得られたという。1995年に JR 東海社長を退任し会長となる。 産業観光の概念を日本に紹介し、普及のため、新、産業観光論などの著書を出版するとともに、全国産業観光推進協議会副会長、日本商工会議所観光省委員長、名古屋商工会議所分会委員長、観光立国推進戦略会議座長代理など、多くの役職に就いた。その他、中部経済連合会特別顧問や日本、 対象村名誉顧問としても活動。2005年、名古屋市厚田区の名古屋国際会議場で開催された国際産業遺産保存委員会の国際会議の際には同市を会場とするよう積極的に働きかけた。ありがとうございます。